南北和議代表団。左から東昇議、イギリス商人リトル、固カオル南北和議とは、革命等により、一国内で政権が分裂している状態において、南の政府と北の政府が和議を行うこと、またその結果、和議が成立した状態を言う。いろいろなケースで使い得る言葉であるが、ここでは、中国の侵害革命後の南北和議について述べる。南北和議とは、 侵害革命後、南京の臨時革命政府及び、孫文を臨時大総統とする中華民国政権と北京の新朝との間で行われた、調整、政権統一のための交渉及びその結果としての和議のこと。南北議は、南北交和、南北妥協、南北停戦、孫園提携などと呼ばれることもある。南北和議は、南側による北伐と並行して行われたこともあり。 その視点と終点は必ずしも明確ではない。新潮側の代表者は主として遠征外とその部下の当商議であったが中華民国側の代表は固定、薫、王朝明、高校、総教人らと入り乱れ遠征外に対してある程度の妥協せねば立ち行かないという一点においては共通の認識があったが必ずしも足並みが揃わずまた財政的にも 革命政権側に限界が生じていた。そのため、最終的には、革命側の中では、遠征外の立場とも近接性のある、長剣らの、いわゆる立憲派が、主導権を握り、革命側にとっては、かなり妥協的な内容の和議となった。和議の主たる内容は、以下の通りである。戦闘艇が退位し、政長を終焉させる。 臨時大総統の地位を尊文から遠征外へ、異常する政府は、南京に置き、変更できない、新総統は、南京で就任する約法を制定する新総統は、約法に拘束される国会を開設する和議の結果、南北統一がなされた、という言い方をすることもある。しかも、遠征外はこれらのうち、第3点、第4点、第6点については、きちんと遵守することはなかった。 和議の視点については、10月末、11月15日、11月29日、12月18日などの考え方があり、和議の終点については、1月30日、2月12日、3月10日、8月などの考え方がある。ありがとうございます。